안녕하세요미선입니다今日は寝てました。なんか変な時間帯に変な中途半端なものをご飯食べてしまってそのまま睡眠という人はなぜ眠たくなるのか、なぜ目を閉じるのか、久しぶりにラーメン給油やっていきたいと思います。もうご飯作るのめんどいし、結局はラーメンに逃げがたいよね。本当に人間ちょっとクーラーつけます。純粋に考えてすごいもん、ラーメンって3分よ。ヨロボン、どんなに忙しい人でも3分ぐらいは余裕あると思う。3分もないっていう人も多分その人は忙しくない。もうなんかおかしいか分からんけど、どんな人でも吸いたくなる、それがラーメンです。ヨロボン、ダダン、韓国で買ってきたワンプコンラーメンですね。こういうタイプじゃなくて、なんかこういうパックに入ってる、パックというかこういうプラスチックのシリーズがこれめっちゃ人気なんよね。で今回このタイプが出とったけんさ、ちょっと買ってみようと思って買ってみました。でさ、私さ、韓国から帰ってきてさ、韓国で食べ癖がついとるけん、最近食欲エグいんよね。多分ちょっと太ったわ。で太るとかなんかもう別にどうでもいいんやけど、むくみがエグいわ。やっぱ食べて次の日とかむくみエグい。ちょっとカメラさん後ろ下がっていただいて。あ、やばい、ちょっといろいろ隠しとるの、ちょっと抜いてもらって。こんにちは、愛媛県西条市出身、うちのゴミ袋は45リットル味噌です。今回はですね、こちらのラーメンの3袋を吸引していきたいと思います。てかね、なんかちょっとでも太ったりむくんどったりしとったら、買い物行った時の何、買い物のナイロン袋の跡がめっちゃ残ったり、枕のシワとかつかん、あれ私だけかな、地味に恥ずいじゃない。今回の衣装は焼き芋 T シャツです。でもさ、芸能人、今日は水測ろうと思ったんですけど、測るなってことかな、神様からのお知らせかな。アーメン。ちょっと待ってよ、これ測りよるけん、今真剣にしようけん、ちょっと話しかけんといてよ。今は4312、1200ml、これ何分入れたんかいね。 500×3 やろ、1500やけん。え、今何杯目これ。てかさ、最近さ、食べ夜とかめっちゃ腕むくむよね。もうなんか足とかもやっぱなんかむくんできよるみたいな。これってもう年なのかなみたいな。麺入れます。こういう加減いかがですか。お客様、かゆいところとかありますか。なんか美容師さんにさ、かゆいところとかありますかとかさ言われてさ、あそこがかゆいですっていう人おるんかな。本当に聞いたことないんだけど、決まり文句なのかな。粉入ります。安全な粉です。緊張で固まっている麺をほぐしてあげます。めっちゃ美味しそう、やば。色的にはザ・韓国ラーメンみたいな。なんこれ、なんか肉みたいなのってる。てか顔むくんどるけん、ラーメン食べてとどめさすんよねこれ。てか聞いて、久しぶりにこけた。膝を思いっきり打ってマジで痛い。大人になってこけたことありますか。大人になってこけるのってやばいわ。ちょっとラーメンがいい感じのタイミングでできたので吸引していきたいと思います。レッツ吸引。できました。いや、無事に口をゼロにできたということでお邪魔します。いただきます。やばいよ、いい感じじゃない。おお、匂いはね、別にね、めっちゃ個性的とか言うわけでもないんですけど、あ、最高。フリスビー、今日は赤ちゃんですね。赤ちゃん、おお、ちょっといい感じに水を含んでもっちもちで、ここ麺長いね。このラーメン食べるの久しぶりすぎて味忘れてたんやけど、麺に塩入ったかも。いただきます。うん、あ、ピリ辛。うん、いい感じの麺の湯がき具合、これはみそちゃんに拍手ですね。ライス湯がき時間湯がき時間って何。なんかさ、韓国のラーメンのなんか種類って結構個性的な子が多いんやけど、普通かやけどちょっとなんか個性的、キャラ強めみたいな子おるやん。そういう感じの子ですね、この子。ジンラーメンあるやん、あれにちょっと似てるかも。うん、おいしい。これ肉みたいなの気になってたよね。
美味しい。え、美味しい。何あれ、具材豪華よ。豪華メンバー、生きとる肉みたいなんです。それってみれば、この子とも結構長い付き合いですよ。この子フリスビーちゃんより長いけんね。フリスビーの方が知名度あるんやけど、この子の方が結構長いよ。うん、スープめっちゃ美味しい。てかこの肉めっちゃ美味しい。てか聞いてくれる、最近のゆさちゃんの恐怖体験というか、え、怖みたいな話。いやこれね、知り合いの人に言っても、え、怖ないみたいな。実は西条に帰った時に倉庫でラーメン吸引するみたいな動画を撮ったわけ。やっぱその動画って西条でしか撮れんけん、データをめっちゃ大事に東京に持って帰ったね。その動画のデータが入ってる SD カードを私はカメラから出してしまったら絶対なくすと思ったけん、出さずにそのままカメラに入れたまま飛行機に乗って帰ってきたわけ。でさあ編集しようと思ってカメラを開けたら、その SD カードがなくて、で帰ってきてからもそのカメラをいじることもなかったし、絶対このカメラに入れてるままだったよね。なのに SD カードがない。 SD カードだけがね、うわ最悪みたいな。でもインスタにも書いてあるよね。しかもそういう動画に限って結構西条でしか撮れん動画やけんさ、結構貴重やんか。うわやらかしたみたいな、こういい動画だったんやけどなくしてしまった、ごめんみたいな感じのことを載せたんよね。ほんならみんなも大丈夫ですよみたいな、結構みんなも優しいけんさ、こう気使ってくれていろいろ DM とかお姉ちゃんしたよ。ほんでまあなんかもうポギーもう心はもう諦めに入っちゃったわけ。もういいや、もう次西条帰った時にまたもう 2,3 本頑張って私が吸ったらいいわみたいな感じで吸うモードに入っとったわけ。んである日急にあるズボンが履きたくなったわけ。めっちゃ普段履くようなズボンじゃないけど、あ、なんか急にあのズボン履きたいなっていう心になって、最後に履いたのが多分半年ぐらい前に履いたズボンなんね。でズボンをめっちゃもうクローゼットの奥から探し出して履いて、でなんかふと思ったわけ。このズボンのポケットの中にあの SD カード入っとったらなんかおもろいよねみたいな感じでパッとポケットに手を入れたんね。ほしたらね、その SD カード入っとったよ、そのズボンのポケットに。やばくない、やばくない。私西条から東京帰ってきて、その間にもちろんそのズボンも履いてないし、カメラもいじってないし、けどふとそのズボンが履きたくなって、ふとそのズボンに手を入れたくなって、そして SD カード入っとって、いや怖ない、怖くない。え、ほんでなんかそれを友達に言ったら、え、それ見せちゃって、もしかして彼氏と同棲してますみたいな。それ、え、絶対彼氏じゃないですかみたいな。同棲してないしみたいな。まあ弟が結構家におることが多いけんさ、聞いたんや、えね、私のさズボンいじったみたいな、であのカメラの SD カード抜いたりしたみたいな、もちろんしてないっていうね。え、怖いみたいな。でその SD カードをあのパソコンにつなげてみたら、ちゃんと倉庫で撮った動画なんよね。まあデータが戻ってきたけんよかったけど、マジでびっくりやない。なんで私はその時そのズボンが履きたくなったんかっていうのも怖いし、しかも私ね、もう本当にあの動画とか撮ったら絶対カメラに入れたまま持ち運ぶんよね。なのにさ、えみたいな、怖っみたいな。まあさ、実は彼氏と同棲しとって彼氏が入れたとかいたずらとかやったら笑えるけどさ、いや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 みたいなみたいな。美味しいわ。でもあのカップのやつと味の違いがどうやろ。本当に YouTuber で一番萎えるのが、本当に撮った動画をなくすっていう行為が一番、本当にどの人に聞いても言うと思う。まあでも編集しようってそのデータが飛ぶのも泣ける。パソコン投げたくなるもん、あれ。でさ、最近韓国結構行ったり行ってなかったりしようやけど、なんかよくなんか韓国のおすすめの場所どこですかみたいな聞かれるんやけど、最近行きよって一番いいなって思ったのはやっぱハンガンかな。ハンガンは本当に韓国独特の雰囲気というか、うん、ラーメン給油もできるし、何よりリアルな韓国の方が見える、カップルとか見よって新鮮というか、
結構おすすめよ。あとこの間動画に撮ったダヨンデ、ダヨンデはマジで本当に、なんかあの動画マジでもっとみんなに見てほしいって思うぐらい本当にあそこ良かった。韓国で結構新しくできて、みんななんか若い子たちが話題で行くみたいな。マジでおすすめ、マジでダヨンデいいよ。なんか本当に観光客の人全然おらんし、これ行きだったわ。ブラックピンクさんかっこいいですね、本当に。シャットダウン。結構人参もね、シャキシャキが強い感じの人参ですね。なんかさ、吸引ってさ、結構さ、ここの筋肉使うわけで吸うけん、それもある意味むくみ取れるよね。気だることじゃな、おいしい、このお肉がめっちゃ美味しい。このラーメンのかけら、かけらたちを集めて最後になんか一口で食べるのめっちゃ好き。めっちゃでやばいこと言っていい？ご飯にかけたい。ご飯にかけて。白飯寿せよ。このお肉みたいなやつスパムかな。ごちそうさまでした。美味しい。明日顔むくんどんだろうな。まあいいよね、でも満腹の状態で寝るのって本当幸せよね、あれ。はい、最後にですね、食後のデザートで、以上味噌です。以上味噌です。以上味噌とロールケーキでした。バイバーイ。ごちそうさまでした。